おう、君か。医療部の代わりに多くの報告をしてくれたおかげで、我々は研究に没頭することができたよ。さあ、今日も実験だ。石崎くん、やるぞ。ああ、まだいたのか。とにかく、君の地道な巡回で、記憶復活のパンデミックは防がれた。我ら医療部が引き続き人々の日常を守っていこう。そして、生き残った人々をこれ以上失わないために、我々だけでなく、レイジや君たちがいる。期待しているぞ。テルって音池のほとりに布最近みゃーん一大事くん、それどういうこと？だから、お前の中に入っていた異星人と話したいんだ。だからって。無茶な頼みだってことは分かってる。それを承知で頼んでるんだ。どうしても確かめたいことがあって。私にもう一度、体を貸せって言うの。ああ。ほんの一瞬でいい。お前の体を。デリカシーのない男って体貸せってつまりそういうことでしょ？欲望の吐き口にしようっていうの？最低。もう後戻りはできませんよ。分かっています。これから一体どうするのです？私は二つの星を一つにします。神崎のやつ、あれじゃ当分口聞いてくれそうにないな。どうしたもんか。オブリビオンベイから呼び出し？そういや、新機体の説明をするとかなんとか言ってたな。パークマンはハイドロタービン発電炉によって超高圧の電気エネルギーを武器として操れるんだ。さらにエレキによるスタン攻撃もできるっていう優れものだよ。一方のガウディアは新機構のギア概念によってハイパワーを実現。装甲の分厚さに加え、腕部と脚部の装甲密閉スライス構造は防御性能が高く、その耐久力は拠点防衛の要だね。こ
りゃすげえな、ユーゴ。ああ。大変なお宝を見つけたものね。新型ローグの設計データをどこで？匠がイクシアのセキュリティストレージから取り出した。はい。そのデータをもとに高速フレーム形成で生成しているのよ。こんなにでかいロボットがそんなすぐにできちまうのかよ。高速フレーム形成という技術は、空間に特別な状態にした金属粒子を浮遊させ、一気に効果イオンを加えて実体化する。そう、今や巨大建造物はクレーンが作る時代じゃない。巨大重機も科学によって作られるのよ。まあ時代ね。そのうちメガトン級もお湯を入れて3分でできるとかな。あらま、それは大変。カップラーメンも真っ青ね。でもあの人が聞いたら邪道だって怒るかも、ね、あの人？私が尊敬する人よ。天才だったけど古いやり方にこだわる人だった。ロボットはエンジニアの血と汗で作るもんだってね。へえ、誰ですか？デュークさんの尊敬する人って。さあ、誰かしら。それでどれくらいで使える状態にできるの？このまま順調にいけば明日には行けるわよ。イクシアの旅立ちにはギリギリ間に合う感じかしら。そう、よかった。アーサーで実験的に使用していた脳波感応機構アクトドライバーの採用によって、あなたたちには一人一体を動かしてもらうことになる。スパークマンにはテル君、ガウディアにはリュウゴ君に乗ってもらうわ。それから。分かってます。機体の資料にはしっかり目を通しておきますね。了解。ビビってんのか？バカ言え。お？つまり俺は一人で武蔵ってことか。そういうことだから、各自自分の機体はしっかり把握しておいて。南司令、質問が。何かしら。南司令はブラックハンターが襲ってきた時、敵の装甲が特殊な金属でできていることをご存知でしたね。なぜそのこと。もしかして南司令、あなたは。勘よ。多くの戦闘経験から来る勘、それが当たっていた。それだけのことよ。じゃあ俺もお先に。今日のリュウゴなんか変じゃなかったか？確かに。母ちゃん、今日の晩飯はカレーっつってたっけ？また帰りが遅くなると心配すんだろうな。俺には母ちゃんのどこに帰る資格なんてねえのによ。母ちゃん、最後にお別れだけ言わせてくれ。適当に。あの子、ここに来。
私も技術者なので、中が気になる心理はわかります。ブラックハンターの装甲に。コックピット部分が炎上しましたけど。おしめ。ホビー好きに悪。誰も私の風呂着。学校から帰って。そういえば安。と思うんだよ。夜、池のほとりで沈んだ顔をしてると心配される。学校の近所に。
はい、ご飯だよ。相当お腹減ってたんだね。失礼、少々お見苦しいところを。しかし依頼をする前に危うく死ぬところでした。依頼？君たち猫猫探偵者ですよね。猫の言葉がわかるレイジ探偵がどんな悩みも解決してくれるって聞きましたよ。ブチ探偵のことも忘れないでほしいにゃ。でも依頼なら大歓迎にゃんよ。助かります。なんといっても命に関わる大問題なんですから。命に？ミーコ、ご飯だぞ。またどっか散歩に行っちゃったのか。仕方ない、ここに置いてあるからな。ここが僕のお家なんですけど、見てください、これこそが命に関わる大問題なんです。これはハンバーガーだ。どうです、食べられたもんじゃないでしょう。玉ねぎも入ってるにゃん。猫には毒にゃんよ。ごちそうのつもりのようなのですが、僕の口にはとてもじゃないが合いません。だからあんなにお腹を空かせていたんだね。先ほどあなたがくれたご飯、あれこそ僕が求める味です。カリカリのキャットフード、あの歯ごたえ、魚の旨味が凝縮し洗練された味、まさに至極の一品。ちょっと大げさだにゃ。レイジ探偵、僕をバーガー地獄から救ってください。カリカリフードが食べたいんだね。わかった。伝えてきた。明日から希望通りのご飯を用意するって言ってたよ。本当ですか？ああ、あなたは命の恩人です。明日のご飯が楽しみにゃんね。ミーコ、アメミヤ君から話を聞いたよ。今まで気づかなくてごめんな。はあ、ついに今日からカリカリ天国の日々が。ほら、ご希望のカリカリだ。にゃ、お前の希望通りカリカリベーコンバーガーにしてみたぞ。カリカリベーコンバーガー。レイジ、一体なんて伝えたにゃ。カリカリのご飯を食べたいって。いつも普通のハンバーガーだったもんな。ほら、ガンガン食っていいぞ。確かにカリカリですけど、何も変わってないにゃん。推しに貢ぐ。俺、思い出しちまった。
余計なことをよ。母ちゃんが、俺の本当の母ちゃんじゃないってことをよ。もう会いに来るべきじゃねえって分かってたんだけどよ。ちゃんと会ってお別れ言いたくてよ。龍五回、お帰り。もうご飯は食べたかい？今日は美味しいカレーを作っているよ。母ちゃんは、俺が本当の子じゃないって知ったら、どう思うだろうか。悲しむだろうか。俺を見る目が変わったりするだろうか。どちらにしろ母ちゃんは、今まで通り接してくれるんだろうな。だけどよ、俺には、何も知らないふりして、何も知らない母ちゃんを騙して、息子のふりなんてできねえ。だから、これで最後にするぜ、母ちゃん。何してるんだい、龍吾。座りな。ご飯にするよ。あのさ、母ちゃん。これ、父ちゃんの形見なんだよな。俺、実はさ、これをもらう資格なんてねえんだ。龍吾。やっぱ俺、これ以上母ちゃんを騙せねえ。どうしたんだい、龍吾。怖い顔して。座んなさい。母ちゃん、真剣なんだ。聞いてくれ。俺、本当のことを言うよ。母ちゃんは、俺に、本当によくしてくれるけど。龍吾。俺は、母ちゃんの本当の子供じゃねえんだ。だからよ、母ちゃんにそんなに優しくしてもらう資格なんかねえんだよ。ねえんだって。俺も、俺だって、今まで知らなかったからさ。いや、どういうことかわかんねえよな。なんでもね。とにかく母ちゃん、今までありがとな。体には気をつけろよ。母ちゃんも知ってたよ。母ちゃんと龍吾のこと。え？親子ってのは、血がつながってなきゃいけないもんなのかい？最初は嘘事だったとしても、今は本当の親子なんじゃないのかい？母ちゃん。たとえ血がつながっていなくても、龍吾。お前が母ちゃんと呼んでくれる限り、私はお前の母ちゃんだよ。母ちゃん。私はね、もう人生の大部分を幸せに過ごさせてもらった。もう今どうなっても悔いはないんだ。だけどね、私はお前の母ちゃんとして生きて、そして死にたいんだ、龍吾。母ちゃん、いいのかよ。こんな俺が息子でもいいのかよ。あんたみたいな悪ガキの母ちゃんが他の誰に務まるって言うんだい。母ちゃん、母ちゃん。泣けるじゃねえか。いい親子だね。帰りたいと思える場所こそが家族なんだな。うん、ちょっと羨ましいよ。さ、帰ろうぜ。帰りたいと思える場所か。マッチングされた家族でもあんな風になれるものなんだな。偽の記憶に苦しむ者もいれば、救われる者もいるってわけか。
僕の父さんと母さんは。